やっていけたのは良かったかなと思います。今日は伝送のアタッカーの良さを引き出すプレーが随所に見られました。いつもどのような気持ちでゲームを組み立てているのか教えてください。アタッカーの良さを引き出そうっていう気持ちで上げてるんですけど、今日はすごくトスのばらつきが大きくて、それをアタッカーがすごくカバーしてくれたのですごく助けてもらいました。来週の郡山のホームゲームに弾みがついたと思います。来週はどんなゲームを皆様にお見せしたいですか？やっぱホームゲームなので、やっぱスタートから勢いを出してこう2連勝できるように頑張っていきたいと思います。最後に今日来場のファンの皆様へメッセージをお願いします。今日は応援ありがとうございました。リーグ戦はまだまだ続くので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。デンソーエアリービーズセッターの14番松井珠樹選手にお話を伺いました。ありがとうございました。